はい、皆さんこんにちは。格闘技ボクシング情報チャンネルです。今日は大晦日に行われるライジン40、今までここ1ヶ月間かけて、発表されたものを3つに分けて、勝敗予想してきたんですけども、試合順も決まったりっていうところで全部出揃いましたので、今まで出した3つを1つにまとめて、それを動画に上げようというふうな、試みをしてみようと思いました。なので、今まで3つ見てくださっている方は、内容的には同じになってしまいますので、まあ、なんかもしもう1回見ようかなと思っていただけるのであれば見ていただいて、まだ見てない方はここにごそっとまとめておりますので、まあ、こちらも見やすいという方は、こちらから見ていただけるとありがたいと思っております。それぞれの試合の、時間何分から始まるかっていうのは、チャプターに入れようと思っておりますので、そちらから見たい試合だけ、予想を聞きたい、試合だけ見ていただくということも、できますので、ぜひよろしくお願いします。では行きましょう。はい、まず第1試合目はホベルト・サトシ・ソウザ対 AJ マッキーです。サトシ・ソウザが14勝1敗、 AJ マッキーは19勝1敗ということで、ソウザの方は、この1敗はあれですね、ジョニー・ケースに、まあデビューっていうかライジンでまだそんな試合を重ねる前に、メインに打撃をもらって、自分でタップして負けたっていう試合で、 AJ マッキーはこの前、パトリシオ・ピットブル・フレイレと、1回目は簡単に勝ったんですけども、2試合目の方は、ダイレクトリマッチでやった2試合目の方は、まあどっちが勝ってもいいかなっていうような感じで判定負けっていうような感じのフェザー級の試合でした。で、この、試合展開予想なんですけども、やっぱりここはサトシが寝技に持っていけるかどうかっていうところが、一つポイントになるんじゃないかなと。で、マッキーは、ケージで戦うのが、普段は慣れていて、まあリングでやるっていうことなので、AJ マッキーもやっぱり組まれやすいんじゃないかなと。普段だったら壁を使って、テイクダウンを阻止するところを、ロープだと手が後ろに回ってしまうので、まあ、寝技の展開に持っていかれてしまう可能性があるかなと。で、あともう一つマッキーの、心配な要素として、この前、初めてライト級で試合をしたんですが、カーライルとの試合で予想以上に苦戦をした。試合展開的には一方的な展開だったんですけど、一本取れず判定まで粘って、スパイクカーライルに判定勝ちしたっていう形だったので、やっぱりライト級に適性がまだないんじゃないかなっていうのが一つ心配としてあります。で、その点サトシ・ソウザはずっとライト級でやっていて、やっぱ力もすごそうな感じがあるので、寝技の展開に持っていけるんじゃないかなと、持っていきやすいんじゃないかなというような予想です。ただ試合の勝ち負けとなると、やっぱり AJ マッキー今までやってきた選手たちは、やっぱり寝技の強い選手もいましたし、打撃の強い選手もいたので、やっぱここら辺で打撃の展開の時にどうなるか、っていうのを考えると、打撃では圧倒的に AJ マッキーの方が、有利なんじゃないかなと思います。そうなると、サトシ・ソウザが寝技の展開に持っていく。で、それをマッキーが阻止しようとして動く。パウンドを打ったりする。っていうような展開の中で、サトシ・ソウザは今までの試合では経験したことないような、消耗戦になっていくんじゃないかなと思います。寝技で力である程度有利を取ったとしても、AJ マッキー背も高いので、なかなかそこを決めきるっていうのは難しいんじゃないか。そうすると疲れてきたところで打撃力の差っていうところで、じわじわ AJ マッキーが、有利に、試合を展開していくんじゃないかなと思います。で、そうなった時に、サトシが、精神的に強く保てるかどうかっていうので勝敗が決まるんじゃないかなと。ジョニーケースの時のような弱い気持ちが出てきてしまうと、そのまま AJ マッキーに押し切られて、KO 負けっていうのも十分あると思いますし、まあ、そこで粘って寝技で、粘って粘ってだと判定勝ちっていうような予想もできるんですが、ここはやはり AJ マッキー、ここまでの、多くの試合、激烈な試合を乗り越えてきたっていうところで、AJ マッキーにその精神的な面では分があるのかなというような予想をさせてもらって、AJ マッキー、3ラウンド KO 勝ちを予想したいと思います。はい、続きましては、フェザー級クレベル小池対パトリシオ・ピットブル・フレイレの試合になります。戦績は、クレベル小池が31勝5敗。で、ピットブルが34勝5敗っていうので、まあ、負けは5で、勝ちは両方とも30以上っていうので、まあ、両方とも超ベテランというような、戦いになると思います。まあ、ファイトスタイルはクレベル小池は寝技を中心として、やっていく。で、ピットブルはどっちでもいけるかなっていうような感じです。寝技もいけるし、打撃もいけるっていうところで、両方できるオールラウンダー。まあ、でも打撃の破壊力がすごく強いので、まあ、打撃中心の選手かなっていうような感じです。この試合ですが、私はちょっとやっぱり実力差があるんじゃないかなと。力の差というか、パワーの、差もあるので、寝技の中で抑え込んでいって、で、三角とか取ろうとしても、叩きつけたりして振りほどいてしまうんじゃないかなと思うので、ピットブルの方が有利なんじゃないかなと思います。で、打撃の展開では、ピットブルの方が確実に有利なので、クレベル小池は勝つためにはワンチャンスを、確実に取って、一本取るっていう形しかないのかなと。ただ、
ピットブルは寝技もすごく黒帯で、すごく強い選手なので、やはり展開としてはピットブルが常に押していって、クレベル小池を KO 勝ちするというような、流れになるんじゃないかなと思います。なので、私の予想では2ラウンド、パトリシオピットブルの、KO 勝ちということで予想したいと思います。はい、続きましてはバンタム級キム・スーチョル対ファン・アーチュレッタの試合です。スーチョルは18勝6敗、でアーチュレッタは26勝4敗ということで、成績だけ見るとアーチュレッタの方が圧倒的に有利かなというような感じになります。この試合はやっぱりスーチョルって相手に合わせた戦い方をするっていうよりは、自分の戦い方を相手にさせるっていうような、自分の戦い方に飲み込むタイプの選手なのかなと思うので、まあ、パンチ、キック、組を織り交ぜながら、この前の扇久保選手とやった試合のようにどんどん前に出ながら打撃をずっと続けていくっていうような形になると思います。で、一方アチュエッタ選手も、まあ、ガンガン打撃でいくんですが、まあ、サークリングしたり、サイドに避けたりしながら、手入りもできるし、うまく戦っていくっていうような感じになると思います。で、やっぱりこの試合もガンガン行って、キム・スーチョル選手がアーチュレッタ選手をこう疲れさせるような戦いの展開をしていくと思うんですけども、アーチュレッタ選手がそれをいなせるかどうかっていうところが、ポイントになると思います。アーチュレッタ選手も、まあ、サークリングできると言っても、積極的に攻めていくタイプの選手なので、キム・スーチョルと戦った時に打ち合って噛み合う試合になるんじゃないかなっていうのが私の予想です。なので、ガンガン打ち合って、横に外したりしながらっていうところで、やっぱり打撃の展開、二人ともスタミナもあるので、打撃の展開が中心になって、アーチュレッタ選手はレスリングも強いので、組の展開でもまあ五分で戦っていくっていうような感じで、二人とも同じような戦い方をするような展開になってくるんじゃないかなと思います。そうなると、やっぱり、引き出しの多いアーチュレッタ選手の、横に動く動きであったり、出入りをしたりっていうところのうまく距離を取るっていう動きが、やっぱりそのところで少し差が出て、アーチュレッタ選手が有利に試合を進めていくんじゃないかなというのが私の予想です。展開的にはこの前の大木久保選手とごちゃごちゃになったような展開をするんですが、一歩アーチュレッタ選手の技術が上回ってアーチュレッタ選手の判定勝ちを予想したいと思います。はい、続きましてはフライ級。来ましたね。扇久保選手対堀口恭司選手の試合になります。扇久保選手は25勝6敗、堀口選手は30勝5敗ということで、まあ、5敗のうち3敗はここのところの、直近の3試合、金太郎選手を抜かした直近の3試合なので、最近ちょっと負けが込んできてるかなというような印象ですが、この前の、パッチミックスの試合が、マゴメとマゴメドフとやった試合ですが、やっぱり圧倒的なパッチミックスが圧倒的に1本取ったのを見ると、堀口選手が、あの選手から1本取られずに、寝技の展開すごく長かったんですけど1本取られずにいたっていうのは、堀口選手の強さを改めて、示してくれたんじゃないかなと思います。で、扇久保選手は、この前スーチョル選手に負けたんですが、まあ、1個上の階級のバンタム級っていうところで、眼下底骨折もあったので、まあ、あの眼下底骨折がなかったら私の見た感じだと判定で勝ちもあったんじゃないかなっていうような、気もするので、まあ、ここも負けが6っていうところは、判定で勝ち切れる、強い選手っていうような印象だと思います。で、試合展開ですが、堀口選手はやっぱりその怪我前のような展開じゃなく、組も入れた展開、スピードがやっぱりちょっと落ちたのかなと、前のようなフットワークを使わなくなったなっていうような印象なので、スピードが落ちているような気がします。なので扇久保選手は前よりも戦いやすくなるんじゃないかなと、で組みやすくもなりますし、試合の展開としてはやりやすくなっているんじゃないかなとは思うんですけども、一番のところは堀口選手がやっぱり組が強いっていうところが、一番のところなんじゃないかなと。ステップが踏めなくなったっていうところで、多分寝技の練習をいっぱいしてると思うので、以前よりも組の展開が強くなったんじゃないかなというのは予想です。なので、扇久保選手と堀口選手、まあ、打撃で戦って組の展開にも絶対なると思うんですけど、組んだ時にどちらが、有利を取るか、扇久保選手は朝倉海選手だったり井上選手には、組の展開で、勝って、で井上選手なんかは結構井上選手が簡単に勝つんじゃないかみたいなイメージあったんですけども、そこで組勝って、トーナメント優勝につなげたっていうところがあるので組の強い選手ですが、堀口選手もやっぱりいろんな選手が言うんですけど、組の力がすごい強い、ボッコーテス選手とか、八千代介選手もプレージミにいた時からやっぱり堀口選手はバカ力だったっていうのをすごく言っているので、この組の展開になった時も、やっぱり堀口選手が有利なんじゃないかなというような印象です。なので、まあ、打撃、組っていうので、二人とも戦い方が前と比べると似てきたんじゃないかなっていう印象なんですけど、組の展開で堀口選手が有利を取って、全体的にバランスよく、展開をしていくんじゃないかなっていうのが私の予想です。なので、今回も、堀口選手、判定で、勝ち、判定 3-0 で堀口選手の勝ちになるんじゃないかというのが私の予想になります。
はい、続きましては武田浩二選手対ガジラバガノフ選手ですね。これヌルマゴメドフ一杯になる、イーグル FC ライト級王者の、ラバガノフ選手との試合になります。はい、これです。この展開ですが、この2人ってすごく噛み合うんじゃないかなと。ガンガン前に出て組み合って、でテイクダウンを取ってパウンドを落としてっていうのは、攻め方的にはすごく似てるんじゃないかなというのが私の印象です。で、戦績が、武田浩二選手が15勝3敗で、ラバダノフ選手が18勝4敗っていうので、まあ、若干、ラバダノフ選手の方が、試合経験は多いんですが、武田選手は、大きな舞台での試合も多いので、まあ、ここら辺の経験としても一緒になると、やっぱり寝技の展開で、組の展開で、有利を取った方がこの試合の有利な展開を作るんじゃないかなというような印象です。で、それを考えると、やっぱりレスリングで、グレコで活躍した、武田選手の方が組の展開有利なんじゃないかなというのが私の予想になります。なので、組んで、テイクダウンを取ってパウンドで、ガッツもありますし、根性もあってスタミナもあるっていうので、全体的にラバダノス選手よりも上回ってるっていうのが私の予想になりますので、ペースを取ってくるんじゃないかなと。そうすると、何をやっても同じ、戦い方なので、何をやってもちょっと上を行かれてしまうラバダノフ選手は気持ちが折れて、武田選手に、やられてしまうんじゃないかなというのが私の予想です。なので、武田選手、KO はちょっと少なめで、KO2 回なんですが、今回は KO 勝ち取るんじゃないかなというのが私の予想です。武田選手3ラウンド KO 勝ちを予想したいと思います。はい、1試合目は女子スーパーアトム級のグランプリの決勝戦ですね、パクシウ対伊沢聖華です。この試合結論から言うと、私はパクシウが判定で勝つんじゃないかなと思っております。まあ、戦い方は、伊沢選手は、打撃で、打撃からの組っていう感じで、まあ、打撃もダメージを与えるというよりはどちらかというと組みに行くような感じの、組みに行くための打撃みたいな印象があります。で、パクシウ選手は、まあ、ストライカーって言っても過言ではないような感じかなと思っていますが、やっぱり伊沢選手は寝かしたいっていうところで、ガンガン打って近寄ってっていう感じになるんですが、この前パクシウ選手が朝倉選手とやった試合を見ると、やっぱりテイクダウンのディフェンスがものすごい上手だなと。まあ、ちょっとタイプは違うんで一概には言いづらいかもしれないですが、パクシウ選手がテイクダウンの、切るのがやっぱり山本美優選手と練習してることもあってか、すごい上手くなっていて、打撃はもともとレベルが高くて、ハムソヒ選手とかと練習してたっていうところもあって、打撃のセンスはものすごいので、やっぱりこう展開的にテイクダウン取れない展開が続くんじゃないかなと。そして、打撃力ではパクシュー選手が圧倒的にレベルが高いので、まあ、そういうところを見ると、パクシュー選手はタックルさえ切れれば勝てるっていうところが、一つポイントになってくるんじゃないかなと。戦い方が明確で、伊沢選手は、組んで倒してからどうするかっていうところだと思うんですが、そこに行くまでの、戦略と行ってからの戦略、立たれないようにするための戦略2つ分と、それに対して一方的に、タックルさえ切ればテイクダウンさえ、のこうかわせば、どうにかなるっていうところで、パクシュー選手は有利なんじゃないかなと思います。なので、判定でパクシュー選手の勝利を予想します。はい、続きましては井上直樹選手対滝沢健太選手です。まあ、こちらは、井上直樹選手は立っても寝てもという、最近はそういう感じになったかなっていうような感じですが、前は寝技中心の選手だったと思います。で、滝沢選手は、まあ、言わずとしてたストライカーっていうところで、打撃で倒していくっていう形になるのかなと思いました。私はこの試合の予想は、やっぱり、持ってる武器が多いっていうところで、井上直樹選手が有利なんじゃないかなっていうのが私の予想です。やっぱり、打撃も、二人とも長身を生かして、攻撃をしていくっていうところで、打撃自体は連打とか、的確性とかというと、滝沢選手の方が若干上なのかなとも思うんですが、遠い距離からのジャブと、ロキックで、適切に距離を取れる井上選手と、なかなかやりづらいんじゃないかなと。滝沢選手、体は自分より小さい人とやることが多分多いと思うので、この自分と体格的に近い、背の高めの細身で高め、背が高めっていう相手とやることにあまり慣れてないんじゃないかなというのが私の印象です。そうすると、まあ、打撃面でアドベンテージを取りきれないってなると、やっぱり寝技で有利な方という風な感じになると思うので、まあ、井上選手がどこかでテイクダウンを取って、バックチョークとかで、1本決めるんじゃないかなという風に予想しました。なので、私の予想では3ラウンド、井上直樹選手がバックチョークで、1本勝ちを予想したいと思います。はい、続いての試合はブラックパンサーベイノア選手対宇佐美翔パトリック選手の試合になります。まあ、この2人は、ベイノア選手が極真空手、宇佐美選手がボクシングっていうところで、まあ、2人とも寝技の展開というよりは打撃の展開っていうのが、メインになってくると思います。なので、まあ、組の展開はあったとしても寝技の展開っていうのはあまりないんじゃないかなというのが私の予想です。じゃあ打撃の時にどうなるかっていうと、
まあ、遠い距離で、綺麗に当てていくのは、アマチュアボクシング出身の宇佐美選手の方が、有利なんじゃないかなと思うんですが、近い、間合いでの、連打とかっていうのは極真空手の弁当選手が、有利になってくると思います。で、じゃあどういう展開になるかなって時に、ベノン選手やっぱり体がすごく強いっていうところで、ラッシュをしてそのまま組んで、でパワーでねじ伏せながら、押していくような、パンチ打って組んでパンチ打って組んでっていうのの繰り返しで、ペースを取っていくんじゃないかなっていうのは私の印象です。ちょっと打たれ弱いところもあるので、宇佐美選手のカウンターをもらってっていう展開も十分考えられるんですが、予想としては、打って組んでパワーで振り回して打って組んでというような展開が続くというのが私の予想なので、判定でブラックパンサー伊藤選手の勝利を予想します。まあ、私ボクシングが好きなので、まあ、本当はパトリック選手勝っていただいてもらえると嬉しいなと思うんですが、やっぱりここはちょっとデビューしたのも、ベノー選手もデビューしてから寝技の練習もずっとやってるみたいなので、組の力もだいぶ上がったというところでこういう展開になるんじゃないかなと思いました。はい、続いての試合は所秀夫選手対ジョン・ドットソンの試合です。ジョン・ドットソン、こんな強いやつ来るんだっていうのでちょっとびっくりしました。 UFC では、フライ級でずっとトップ戦線にいて、で、まあ、バンタム級に上げてちょっと勝てなかったりっていうのはあったと思うんですが、まあ、それでも UFC のトップ選手であることに変わりはないと思うので、まあ、本当に本物が来てるなっていうような感じで、まあ、最近のところはちょっと負けが目立つようにはなってきたのかもしれないですが、それでもトップ選手であることは変わらないと思います。で、まあ、スピードを重視でバンバンも手数もすごいですしスタミナもあるというような印象です。ところが秀夫選手は、所選手は寝技の選手というところで、まあ、1本バチッと取るという今まであんまりドットソン選手が戦ったことがないタイプなのかなというような印象ではあるので、まあ、どちらもチャンスありという感じだと思うんですが、やっぱりそこは経験が豊富で、UFC でもずっとトップ戦線にいたドットソン選手に有利なのかなと。所選手は、まあ、寝技の展開になってパッと1本取るかというのが勝機だと思うんですけども、まあ、それをうまくかわしながら、スピードで翻弄そしてドットソン選手が競馬をするっていうのが私の予想です。なので、1ラウンド、後半にジョン・ドットソン選手の競馬を予想します。はい、続きましては元谷優輝選手対ホジェリオ・ボントリン選手です。ボントリン選手も、UFC で、フライ級で活躍していた選手でマネルケプトを1回試合組まれたんですけども流れてしまって、まあ、その後、UFC と契約解除になって、今に至るという感じだと思います。で、元谷選手はトータルファイターで寝技がすごく上手な感じなんですが打撃でも、クリーンヒット当てていくというただ、まあ、打撃はどちらかというと倒すというよりは当てていく、ペースを取っていく打撃の、選手なのかなというような印象です。で、ボントリン選手と元谷選手、まあ、タイプ的にちょっと似てるのかなとも思うんですが、やはりここは、元谷選手ずっとバンタム級でやってきたっていうところで組の展開になった時に、1階級下で戦ってきたボントリン選手より有利になるんじゃないかなと。そうすると寝技の展開で、元谷選手が、優勢を取って、いい形で流れていくんじゃないかなというような印象です。なので、ボントリン選手も、いい勝負をするんですが元谷選手が、ペースを取って、組んだ時の力の、力が上というところで、元谷選手が有利を取って、一本勝ちをするというのが私の予想です。2ラウンド元谷選手が一本勝ちを予想したいと思います。組み合わせは何かな、洗濯バサミかいやパクチョクかなっていうような感じですね。パクチョクで、2ラウンドで一本勝ちを予想したいと思います。はい、続きましてはスダリオ剛選手対ジュニアタファ選手の試合です。スダリオ選手は相撲出身で、最近はこう遠征井上選手の元で、まあ、めちゃくちゃ練習してるっていうイメージがあります。体も絞れてきてスピードもあって打撃中心ですが組みる、まあ、元々相撲なんで組もできるという、まあ、寝技の展開にも、なったりもするんですが、まあ、寝技で、一回守備際選手に一本取られたことはあってもありますが、まあ、それ以外のところではそこまでこう危険な状態にはなってないっていうような印象の選手です。これジュニアタマ選手は、キックボクシングとかボクシングの試合に出ながらも、MMA も試合に出てるっていうような感じの選手になります。これジュニアタマ選手 YouTube で試合見たんですが日本人と試合をやってる試合だったんですが、やっぱりキックボクシングとかボクシングの戦いをそのまま MMA に持ってきてるなっていうような感じでした。圧力で一気にガンガンやると。ボクシングの試合の方は、結構うまくパンチ当てるタイプなんですけども、MMA の見た試合は、ガンガン前に出て一方的にこうラッシュを仕掛けるっていうようなタイプの戦い方をしていたんで、やっぱり組まれたくないのかなっていうような印象がありました。そうすると、スダリオ選手は組もできるので、組んで相手を倒すってこともできると思うので、まあ、スダリオ選手が有利なんじゃないかなと。まあ、最初のラッシュで、スダリオ選手がこうペースを取られるって可能性は、そのペースを取られて一気にやられてしまって可能性はないとは言えないんですが、まあ、そこはうまくかいくぐって、組の展開などに持っていって最終的にはスダリオ選手が、KO 勝ちするんじゃないかなと思いました。なので私の予想では1ラウンド、パウンドによりスダリオ選手の KO 勝ちを予想したいと思います。
はい、まず一つ目は平本蓮対 X ですね。平本蓮、まさかまさかの出場で、怪我のためボクシングルールでの、エキシビジョンになるっていう風な、形で発表されてると思うんですが、 X 誰が出てくるのでしょうか。いろいろ噂されていますが、久保優太選手なのか、ヤーマン選手とかもあるのかなとかっていろいろ言われてると思いますが、私は大穴でフリーのタケル選手、エキシビジョンで出てきてくれないかなっていうのが、私の希望でもあり予想でもあります。これ当たったら大穴ですよね。という感じで、まあ、勝敗はエキシビションなのでよくわかんないですが、もしタケル選手が出てきてくれたら面白い試合になるんじゃないかなと思います。はい、続きましては雄姿選手対中澤達也選手です。雄姿選手は、まあ、盛り上げ役っていう感じですね。で、中澤選手は宴の代表ということで、ただ、まあ、会見では練習してないって言ってたんで、雄姿、まあ、選手の、KO 勝ちと予想します。簡単に終わっちゃいましたね。でもそんな感じになるでしょう。はい、続きましては鈴木千尋選手対中原良樹選手です。これ結構勝負論あるカードを組んできたなと思います。まあ、鈴木選手はここ勝ち上がると本当にトップ戦線で、中原選手はもともとはワンで活躍して実力派なので、まあ、ここでしっかり勝って上に上がっていくっていうような感じで、まあ、どちらも勝った方がトップ戦線に入っていくっていうような試合になると思います。うん、で、中原選手も打撃が得意、まあ、鈴木選手はもう文句なくノックアウトのチャンピオンなので打撃が得意な選手、まあ、2人とも組もできるんですが、私の予想は、私鈴木選手大好きなんですけども、ここはやっぱり総合力で勝る中原選手が有利なんじゃないかなと。まあ、爆発力としては鈴木選手の方があるんですが、よく見て戦うタイプなので、中原選手はやりやすいんじゃないかなと、思います。中原選手はどちらかというと待ちの、打撃の選手なので、まあ、じっくりこう技術勝負になると中原選手に分があるんじゃないかなと。あとやっぱり2人とも、組もできますが、中原選手はワンでも活躍した通り、組しっかりできるので、まあ総合力的に見ると中原選手が有利なんじゃないかなというのが私の予想です。なので判定で中原良樹選手の勝ちを予想します。でも鈴木選手好きなんで頑張ってほしいなって思いもあります。頑張って。はい、続きましてはルイス・グスタボ選手が怪我をしてしまった関係で、ジョニー・ケース選手との試合が欠場になったので、ジョニー・ケース選手対、タイソン・ノブミス選手です。タイソン選手は、まあ、今回で言うと宇佐美翔パトリック選手に、判定勝ちをしたっていうような、選手で実力派な感じですね。ライジンではトフィック・ムサイフが初来日した時の相手として、戦ってきたんですが、まあ、しっかり戦うことができる、海外勢にもパワー負けしないですし、このパワーが売りで戦っていける素晴らしい、強い日本人選手だなという印象です。ジョニー・ケス選手は、まあ、レスリング中心で打撃もボクシングの試合に出るような打撃も上手な選手なので、グスタボみたいにガシガシ攻めてくる選手より、逆に信光選手みたいな、組も入れてくるパワー系の選手だとやりやすくなったんじゃないかなというような印象があります。打撃はジョニー・ケス選手が有利で、組んでも、レスリングの力も十分あるので、まあ、消耗戦みたいな感じの試合になるとは思うんですが、ケス選手がペースを取っていくっていうような感じになっていくんじゃないかなと思います。なので、まあ、打撃で有利、ダメージをコツコツ、相手に与えていって、組の展開ではしっかり対処していくっていうような感じで、3ラウンド、ジョニー・ケス選手 KO 勝ちを予想したいと思います。はい、というような形で、今まで出した3つのをまとめさせていただきました。皆さんの勝敗予想はどうでしょうか。とうとう来週になってきましたね。大晦日楽しみだなーって、まあ、対抗戦ももちろんですけど、それ以外の試合もすごく魅力のある試合がたくさんで、本当大晦日らしいお祭りカードというような感じだなと。ただ今年はやっぱり地上波がなくなったので、なくなった成果っていうか、なくなったおかげっていうような、私みたいに格闘技ずっと見てるのは、人は亡くなったおかげって思う方が多いかもしれないですけども、結構ガチカードが多いなと、テレビ的にはあまり受けがないような試合でも、バンバン組んでくださって。で、まあ、やっぱり一番感じたのは、バンタム級のキム・スーチョルとファン・アチュレット。今までだったらスーチョルが出るってなかったんじゃないかなと、思いました。井上選手とか、そこら辺が選ばれるんじゃないかなっていうような印象だったんですけども、ここでスーチョル入れてくるあたりが、今のガチ路線っていうのを本当に体現してくださってるなという、気がします。大晦日楽しみですね。またこの答え合わせ動画も、まあ、全試合プレビューは多分しないと思いますが、あげたいと思いますので、来年になっても、こちらの格闘技ボクシング情報チャンネルをまた見ていただけるとありがたいと思います。この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録などしていただけると励みになりますので、よろしくお願いいたします。ではまた。